野菜を、スーパーで買う野菜と竹本君が作ってるような野菜を食べた時に一瞬で感じるのが味が濃い、美味しいって感じるんですね。やっぱそういうの食べたいじゃないかと考えた時に、都会にはそういうニーズはたくさんある。でも都会には畑ないんですよね。で田舎に行けばそういう資源、シーズですね、たくさんあるんですね。だからニーズとシーズはやっぱしこれガッチャンコでコネクトしなきゃいけない、結びつけていけなきゃいけない、そうした方がいいんじゃないのって思ったので、竹本くんと知り合わせてもらって相談させてもらった結果ですね、東京に檜原村っていうすごく自然豊かで素晴らしいところがあるという話を聞かせてもらって、で僕はたまたま品川に住んでたので、品川やっぱ檜原村から比べたらすごい都会なんで、でその都会のニーズと、田舎のシーズをこう引っ付けることをしたらどれだけ効果があるのかなとか薄々感じながら、先ほどもありましたけどその野菜を品川で売ってみよう、無人販売でその辺に置いて貯金箱置いてるだけなんですけども完売するんですね。お金ちゃんと入れてもらえるんですよ全部で、あ、やっぱしこれはニーズがあるんだな、チーズとガッチャンコしたらいいんだなって思って、じゃあ次はそれをもっと広めたいなとか思ったので、品川の新番場でありましたけどそこで燻製を作るイベントをやってます。で燻製作って美味しいじゃん、でこういうのは本当はこういう都会で作るんじゃなくてもう本当に、空がこうバーッと開けたところで作った方がいいね、だからそういう檜原村に行こうよという形で半分拉致じゃないですけども檜原村にみんなで行くっていうそういう流れを作ったり、で檜原村にみんなで行って何をするのってなった時にはみんなで一緒に農作業してます。で彼が先ほど説明してくれたように、あの木を切って担いで斜面であるところをこうやっ て、あの平らにして畑を作って、そこで、農作業をしたい人、野菜を作りたい人っていう人を集って、ちょっとしたオーナー制度でやってるんですね。でそれが出来上がったら出来上がった野菜を持ち帰って品川でマルシェをするっていうそういう流れで、またこれどこで作ったの、どんなことしてんのっていう人をだん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 増えていただいて檜原村に行ってもらえればなと思ってやっております。でそういう、ね、あの活動をやってるのがグリーンスマイルであります。でもう少しだけあの受け売りの話でくだらない話なんですが、なかなかですね、こういう活動が今日盛んに行われてまして、いろんなところではあるんですけども、それが僕はもっとみんなと一緒にやったらスピーディーにかつパワフルになるなって思ってるんですけども、なかなかそういう風になってなかったりするんですね。でまたその田舎に行っても、できることとできないことがあったりとか、都会でも、できることとできないことがあったりとかたくさんあります。あのよくですね、こういうことやりたいんだ、ああいうことやりたいんだって言って、すみません、しょうもない話なんですけども、皆さんこう口に出すんですね。でこういうことやりたい、ああいうことやりたい、こうやっていった方がいいって言ってすごく前向きなプラスのことを言っていくんですが、でもそうするにはああいうことの問題があるな、こういうことの問題があるなっていう形でマイナスのことも言っちゃうんですね。こういうふうに人っていうのは大体、あれやろう、これやろう、これがいいなと思っても、でもな、こういうことも問題点あるからなってプラスマイナスのことを口から吐いちゃうんですね、吐いちゃうんですね。でも僕は今回このグリーンスマイル1年間やらせてもらった時に、難しいこともいっぱいあるという話も聞いたんですけども、絶対に口からはプラスのことしか出さないでおこうと思って、いいよいいよ、竹本君やろうぜ、やっちゃうやっちゃおうって言って、もう無理くりどういう結果になってもいいかと思ってプラスのことしか言わずにやってきました。そしたらだんだん少しずつ仲間が増えていただいたりとか、やるメニューが増えたりとか、こういうところにも呼んでいただいたりとかして、僕が持ってるちっちゃなことなんですけど、だんだん叶ってきたなと思ってるので、これからもですね、もうあの無茶ばっかし彼にはお願いしてるんですけども、いけるいけるやれるやれるとプラスのことを言って、お付き合いお願いしたいと思うんですね。でそういうことで、今回もここからお知らせになるんですけども、12月の15日に檜原村にまたみんなで行かせていただいて、檜原村の、おばあちゃん初江さんという方にこんにゃく作りを教えていただいてね、でこんにゃくを作って郷土料理を食べて畑で土をいじくってみんなで乾杯しようということをします。
でこれ もう無理言ってやってもらってるんですけども、楽しいだろうなと思ってやったので叶えてもらうことができました。であと1月27日来年なんですけども、これは第3回目になるんですけども、檜原村の野菜または市場に出なかった野菜を、品川に持ってきてマルシェをします。でこういうことをやってますので、もし興味を持ってもらったりとか、一緒にお手伝いしていただける方がいれば、ぜひ一緒にやっていただきたいなと思います。長くなりましたけども、自己紹介とちょっと宣伝をさせてもらいました。どうもありがとうございます。